んにちは。自由民主党の前マルチメディア局長になりました河野太郎です。今日はなんと衆議院の茜を貸し切りまして、みんなでカレーライスを食べてます。なんでこういうことになったかというと、私がマルチメディア局長時代にやりました、自由民主党の党歌我らのプロモーションビデオのコンテスト、今日ここに9人でいらっしゃっております厳選者の皆様が、最多再生回数賞最多ナイス賞を受賞されました。商品のうち360秒の総裁体験を党本部でやっていただいて、それから国会へ移動をして、今副賞の一つの茜のマトンカレーを皆さんに召し上がっていただいているところであります。国会議事堂の裏で、森元総理にもちょっと会っていただいて、プロモーションビデオ、ちょっと宣伝をさせていただきました。総理からは河野太郎に歌わせろという指示がありましたが、私はお金もらわないと歌わないのでそれはなしです。ということで、今日はコンテストに無事優勝されました厳選者の皆様9人と一緒に私の大好物の茜のマトンカレー食べていただいております。新マルチメディア局長には、新藤義孝代議士が就任をいたしました。今後とも LDP ラボよろしくお願いいたします。雑用会の菅野です。森元首相に会えてとても良かったなと思います。恰幅が大変良くて印象的でした。今日はどうもありがとうございました。照明コンポジット担当、成田と申します。今日はですね、茜のマトンカレーとても美味しかったです。本格的で、これからも楽しい映像を、作っていきたいと思います。よろしくお願いします。キャラクターの動かせるようにセットアップをする、増田英子です。今日は、総裁の椅子に座るという貴重な体験をさせていただいてありがとうございます。すごい楽しい一日でした。モデリング担当の中山克彦です。今日は普段テレビでしか拝見させてもらえないところをいろいろ拝見させていただきました。ありがとうございます。おいしいカレーもいただき感謝しています。これからも頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。アニメーターの高橋です。総裁の椅子はとても座り心地が良かったです。もう座れることはないと思いますけれども、一生思い出として大事にしていきたいと思います。アニメーション担当の西川です。今日は国会議事堂に実際に入ることができてとても刺激を受けました。この刺激をバネにこれからももっとどんどんいい作品を作っていきたいと思います。小道具とアニメーション担当の深川です。今日はなかなか経験できないことをいろいろさせてもらって森さんにも会えたのがとても嬉しかったです。次は麻生さんに会わせてもらえればと思っております。ありがとうございました。アニメーターの矢崎です。今日は麻生総理と同じ椅子に座れたと思うだけで感無量です。ありがとうございました。アニメーターの山本です。茜で大変美味しいマトンカレーをご馳走になりました。ありがとうございます。大変綺麗になりました。